はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、食べ物依存症についてですね、皆さんとシェアしたいと思います。食べ物依存症、実はこれは正確な診断基準はないんですけれども、行動の依存症の一つとしてですね、にわかに注目を浴びております。英語で言うと、フードアディクションということになりますね。いやいや、ちょっと待ってくださいと。食べ物依存症といったって、何でも病気にするなと。食べることにはみんな依存しているじゃないか。みんなそうでしょ。と言われるかもしれません。確かにそうですよね。私たちが食べるということがですね、体内のエネルギー源であるグルコース濃度をできるだけ一定に保つという、そういった体の一定を保つためのことがですね、唯一目的であるとしたらですね、問題はないわけです。今の食文化も存在しなかったかもしれません。生命の維持に必要な摂取行動に美味しいという解情動が加わることにより、人は食事を楽しみですね、豊かな食文化を育んできました。通常、この美味しさは空腹時と満腹時では異なり、食事によってエネルギー状態が改善された後には過剰な摂取を抑制しようとしてですね、この美味しいという感覚は低下して、それ以上食べないようにする、そういったメカニズムがあります。ところが、さまざまな基準によってこの摂食行動の制御が困難になることがあります。こういったことに関する研究が進んできたので、このフードアディクション、食べ物依存症ということが注目されております。では、どれぐらいの人が食べ物依存症なのかということですね。で、そもそも診断基準がありませんから、それを調べるのは困難なんですけれども、例えばですね、過食性障害という摂食障害の、一つの形態の方ですね。そういった方にですね、薬物依存症の診断項目の薬物の部分をですね、無茶食いという行動に置き換えて調査を行いました。するとですね、過食性障害という摂食障害のあるタイプの方の、なんと 92.4% がこの薬物依存症の診断項目を満たしたというんですね。それぐらい似たですね、病態を表しているということがあり、注目されるようになっております。この食べ物依存症の特徴を見るにはですね、日本語版に翻訳されておりますイェール食べ物依存症調査表というのがあります。ジャパニーズバージョンの YFAS というふうに言うことができると思いますけれども、これもですね、そもそもはですね、物質使用障害、薬物のいやアルコールの依存症の、診断項目を応用したものになります。一つずつ見てみますと、一つ目はですね、意図した量より多く食べてしまうということですね。こういった特徴を持つということ、そして減らしたりやめたりすることは困難であるということ、そして食べるということに費やしている時間が非常に長いということ、食べることによって本当はしたい他の楽しい自分の趣味活動、余暇活動、勉強や仕事、そういったものまで犠牲にしているということ。5つ目は身体的、感情的な結果ですね、負の結果ですね。明らかに体に悪いと分かっていたり、食べることによって自己嫌悪になって落ち込むということが分かっているにもかかわらず食べてしまうということです。あとは耐性といって食べる量がどんどん増えてしまうであるとか、急に食べることをやめるとイライラして落ち着かないという離脱症状があるかどうかです。また、これも負の結果、特に人間関係や社会的な問題があるにもかかわらず食べてしまうという特徴。食べることによって職場、学校、家庭内での役割が果たせないという影響が出ているということ。身体的に危険な状況でも食べてしまう。要はお腹が張ってですね、これ以上食べたら吐いてしまう、苦しい状況でも食べてしまうというような状況ですね。あるいは糖尿病が悪化して、制限しなさいと言われても食べてしまうということです。そして最後の項目は、特定の職員に対する渇望感、強い欲求、衝動のありなしということになります。依存症の全般のり、あのにですね、馴染みの深い方でしたら、本当にお酒とかその他薬物と同様な特徴を持つということになります。
で、この11項目中ですね、2から3項目を満たすと軽度食べ物依存症、4から5個を満たす場合は中等度依存症、6個以上で重度の食べ物依存症ということができます。で、実際にこの、診断の基準によってですね、調査したところですね、通常の健康な食事をしている標準体重の方であれば食べ物依存症の方は 2から12% です。まあ、健康で食事をしているという方でもこれだけいるんだということにはなりますが、肥満の方に関して言えば 18から24%、神経性過食性障害や神経性過食症や過食性障害の患者さんで言いますとぐっとこのパーセント高くなりまして 70から95% の方が食べ物依存症のこの基準を満たします。また日本での調査は私が知る限り一つの調査しかありませんけれども、まあ20歳ぐらいのですね、若年の健康な方を調査したところ 3.3% であると。そしてまあ女性が多いのが共通した特徴となっております。各国によってですね、比較すると国によってばらつきありますので、やはり食文化にも強く影響を受けているということが示唆されております。まあ、私自身はアルコール依存症、薬物依存症、そういった依存症臨床の専門として働いておりますけれども、私自身はこの問題にですね、この問題の重要性を感じているところです。と言いますのがですね、努力してアルコール依存症の方がお酒をやめた後ですね、こんなことを言う方がおられます。お酒をやめてからお菓子を爆食いしてしまう。お菓子を買いに行くときにいろんなところ店をはしごして買ってしまうですね。こんなに買うのってもう顔がバレてしまってですね、いっぱいお菓子を買うの恥ずかしいって言われるんですね。そして買ったお菓子をですね、誰に隠れるわけでもないですけど、隠れるようにして買って食べてしまうっていうんです。これってお酒の時と同じ行動で、 お酒がお菓子に変わっただけっていうんですね。お酒やめてもそういった苦痛感が変わっていないんです。そして体重が増えてしまうと、こんなことで太るぐらいだったらお酒を飲むのに戻った方がいいよ、お酒飲んだらまた痩せれるんじゃないかっていうふうにですね、アルコール依存症で何度も入院されて苦しんだ方が言われるようになります。これは一つの依存症が治っても、この食べ物依存症という依存症に移り変わってですね、ご本人の苦痛感変わっていないということが言えるわけですよね。あるいはまあ中年のアルコール依存症の方もですね、お酒をやめるためにですね、お腹を空かせない、飲酒期が湧いたら甘いもので飲みたい気持ちを和らげるというのを一つの対処法として治療でも進められることすらあります。しかしその飲酒期を抑えるために甘いものを食べていたらうまくいってたんだけれども、結果としてそれがずっと続いてしまって血糖値が上がってしまって、内科に行ったら甘いものもやめなさいって言われて、お酒はダメ、甘いものもダメって言われてですね、本当にもういいことないです、楽しみがないですっていうふうに言われる方も多いです。ですから私たちの日常的な臨床の中でもこの問題はやっぱり避けては通れないというふうに考えております。で、このトピックの重要性はもちろんそういった本人の QOL の問題や健康上の問題があるわけですけれども、こういった依存症が移り変わっていくということは特別なことではなく、もう一般的というぐらい見られることです。お酒はやめたんだけれども、他の買い物やダイエットや食べ物に走ってしまう、そういったことはよく見られることです。まあ、よく、まあ、そのよく考えればですね、やはり脳の中のドパミン調節障害というものがですね、残っている限りですね、何らかの形で過剰な行動でドパミンのですね、放出機能を代償しようとする、まずその脳の状態がこう治っていない限りは、あるいは他の対処をですね、自分の負の感情に対処できるようになるまではですね、こういった問題が続くということでですね、ある特定の行動だけを改善しても治療はまだですね、道半ばということができるかもしれません。で、この食べ物依存症の研究の
出版数をパブメドという医学論文の検索サイトで見ますと、2007年からですね、急激にですね、どんどん増えていっております。赤が人間、人を対象とした研究、そして青が動物を対象とした研究となっております。議論がありますのは、やはりその神経性過食症と言われるような、いわゆる摂食障害として治療を受けていた方との違いということになりますけれども、神経性過食症の方の特徴はですね、やはりボディイメージの障害、痩せ願望の強さなどがあり、また体重増加を防ぐために反復する不適切な代謝行動として、自己誘発性の嘔吐をしたり、下剤の乱用などが出てきます。もう一つ、摂食障害の一つの形態として過食性障害というのがありますが、この障害では痩せ願望というものは強くは見られずですね、代謝行為、自己誘発性の嘔吐などはないタイプを言います。これらの診断項目を見ていてもですね、先ほどの、食べ物依存症の基準にも当てはまるような多い食べ物、抑制できない感覚、さまざまな苦痛がある、そして頻回であるというような特徴を満たしており、やはりですね、重なり合う部分が多くですね、全くその食べ物依存症というのが一つの全く個別のですね、概念であるのか、あるいはこういった過食性障害の重症化したタイプを特に指しているのかということに関してはですね、まだ結論が出ていないところです。ただ少なくともですね、過食性障害の方でフードアディクションの診断基準を満たすよう、特徴を満たすような方はですね、予後が悪いということが分かっており、摂食障害の分野からもですね、この依存症の視点でですね、治療する必要があるという論文も増えてきております。しかし、そもそもですね、この食べ物依存症というのは行動の依存症なのかということですね。皆さんどう思われるでしょうか。食べるという行動に依存している、そういうことなのでしょうかということですね。ただですね、今現在で一般的に行動の依存症として研究が進んでいるものとしては、ギャンブル障害、ゲーム障害といったものですね。その他には万引き行為であるとか、盗撮であるとか、性的な行動とか、そういったものへの強迫的なのめり込みを行動の依存症と言いますけれども、食べ物はやっぱりその行動の依存症とはちょっと違うところありますよね。やはり体内に摂取するというところがありますから、行動の依存症というよりはどちらかというと、やはり、他のアルコールや薬物の部分に近い部分のあるのではないかというふうに思います。これもですね、まだ議論の出ていないところではあります。で、行動の依存症よりも物質的な依存症であると主張する人たちの根拠としましてはですね、やはりどの食べ物でも依存症になるわけではなくて、依存症に特になりやすい食べ物があると主張します。これはどの薬物も依存症になるわけではなくて、特に依存症になりやすい薬物があるというのと同じことかと思います。食べ物の依存性ですね、依存性は均等ではないということができます。すべての食べ物が依存的な食行動パターンを引き起こすわけではないんですね。特にピザ、チョコレート、ケーキ、クッキーなどの脂肪や精製された炭水化物を添加した食品はですね、ナッツや果物、赤身の肉などの精製度の低い食品よりも依存的に消費されることが分かっております。こういった特徴的な食べ物はですね、その負の結果にもかかわらずですね、摂食行動が制御できず、目的よりも多量に消費されるということが言われております。こう考えますとですね、食べ物依存症という言葉自体が適切なのかどうかわかりません。もっと厳密に、どの食品、どの
内容物に依存しているかというふうにこう突き詰めて考えればですね、ひょっとすると砂糖依存症というべきなのではないか、あるいは脂肪依存症というべきではないかということもできるわけです。で、どのような食べ物がですね、依存的なものになるか、そういったことも研究はされているんですが、実はそれは食品産業が一番データを持っているのではないかなと思います。やめられない、止まらない、カッパエビセンね、美味しいですよね。私も大好きです。食べ出すと止まらないということなんですけど、でも産業側はですね、さらにもっともっと消費してもらおうと思ってですね、他社と競争しながらですね、ヒット商品を生み出すために研究を重ねています。そういった時に注目するのはやはりそのね、お客さんがの手が止まらないように多量に消費してもらうってことを目指すのは、やはり利益を追求する食産業としては自然なことだと思います。海外でですね、ベストセラーになったですね、Salt, Sugar, Fat, How the Food Giants Hooked Us というような本があります。これニューヨークタイムズ州でベストセラー1位になった 本なんですけれども、翻訳されていて大変ユニークなですね、ブックカバーになってます。お菓子の袋のような形になっているわけですね。日本語の題名はフードトラップ、食品に仕掛けられた至福の罠と書いてますけれども、この本から引用しますとですね、結局食品産業がヒット商品を生もうと思った時にはですね、塩分、糖分、脂肪分、この組み合わせをいかに完璧にするかということを考えるところに行き着くというふうに言われます。可能な限り低コストで最大の魅力を実現しようとする必要な食産業の原動力により、何度も何度もこの3つの成分に行き着くということなんですね。ですから、そもそもそういうふうな売る側の研究が進みますから、我々消費者というのはですね、よっぽど気をつけてないと、こういった食べ物依存症になるっていうことも多いわけです。で、こういったことはゲーム産業にも当てはまりますし、アルコール産業にも当てはまりますし、ギャンブル産業にも当てはまるわけです。多くの人に利用してもらって利益を上げるということの本質はここにあるわけです。ですから、私たちは依存症にあふれた世界にどんどんなっていて、そういった世界に住んでいるということができると思います。では、食べ物依存症リスク要因は何か見ていきましょう。大きく分けて3つです。食品の依存性ということは今見た通りです。高脂肪、高糖分な食べ物というのが危ないわけですね。では、個人の要因は何かというものを見ていきます。個人の要因で言われていることはですね、女性であるということ、そして35歳以上の方、肥満、また精神科疾患で治療を受けている方に多く見られるとも言われています。高い衝動性を持つ者や、初めて肥満になった年齢が若い人、ダイエットを始めた年齢が若い人が食べ物依存症になりやすいということが分かっています。また、児童、青年期における身体的、性的な虐待を受けた方、また、その他、ドパミン受容体に関するですね、遺伝的な封印を持っている方などがですね、なりやすいと言われています。こういった食品と個人のリスク因子とが加わって、さらにはですね、次には接触のパターンです。例えば負の感情に対処するために食べるということがパターン化するような場合に、このフードアディクションになる可能性が高くなります。また逆に制限しすぎて、逆にその反動で過食してしまうようなパターンですね。そしてまた自己嫌悪で食事を制限しすぎるようなパターンを取る方はですね、余計にですね、この食べ物依存症になりやすいということが分かっていますので、気をつけてください。では、食べ物依存症の概念を支持する研究を見ていきたいと思います。動物に食べ物依存症を作れるかというと、食べ物の環境操作によってですね、作れることが分かっております。
それはですね、やはり飢餓状態、栄養不足の期間を作った後に、高脂肪、高糖分の食べ物を断続的に摂取します。食べさせて、また飢餓状態においてまた食べさせる。そしてさらに社会的なストレスなどのを加えますと、動物はですね、無茶食いをするようになります。このような要因で、先ほど見たような、まさに要因ですけれども、組み合わせることで無茶食いラットが誕生します。で、無茶食いラットに一旦なりますと、砂糖をですね、急に食べ物から餌からですね、抜きますと、歯ぎしりや不安などの離脱症状を呈するようになります。そして脳の状態を見ますと、ドパミン状態密度が減少しているということは分かっております。で、こういった動物にはですね、電気ショックを与えても食べ続けるということが見られております。人で見ても同じことが言えるということですね。で、特に脳の状態を見ますとですね、このようにドパミン受容体密度というのが赤でし、色の濃さで示されておりますが、この赤いというのは密度が高いことを意味しております。健常者の群ではですね、ここ密度赤いわけですけれども、高度肥満の方で見ますと、このドパミン受容体の赤い部分が薄いのが見てわかるかと思います。このように過食をすることにより、食べ物といえでもですね、強い刺激を脳に与えることによってですね、脳のこういった受容体というものがどんどん減ってですね、脳が神経適応を起こしてしまうということになります。こういった脳の変化が起こりますと、要は普段通り普通の食事量ではですね、もはや満足感を得ることはできなくなってしまいですね、報酬を感じにくくなります。この報酬機能障害を補うために、さらにやはり過食することが必要になると。これはもう物質使用障害で言われていることと同じような報酬系回路のハイジャックというものが起こるわけです。で、このように薬物依存症、アルコール依存症との共通点についてはご理解いただけたと思うんですけれども、では、このフードアディクションの治療に関してどのように考えたらいいかということです。で、これに関してはですね、先ほど申しましたように、摂食障害の研究者たちがですね、アディクションの、その依存症のですね、特徴も取り入れたモデルを作ってくれております。そのモデルが大変介入においても考えやすいので、ご紹介したいと思います。ジャネット・トレジャーのこの論文から取ってきております。私もロンドンに、留学しておりましたので、このジャネット・トレジャー先生から直接学ぶ機会があったわけですけれども、このジャネット・トレジャーに基づく治療ターゲットを考える上で、まずこの過食という問題がどういった要因で維持しているかということを理解することが重要です。で、先ほどお話ししました3つの要因に即したモデルにもなるわけですけれど、まずベースとしてですね、遺伝的な感受性というものを持った方がですね、無理な食事制限をして半飢餓状態のような状態になった後にですね、食べるとより依存的な食べ方になります。2つ目は慢性的なストレス環境にあり、社会的、職場や家庭でもですね、ストレスが多い方はですね、徐々に他の報酬ですね、楽しい活動が減ってしまいますから、より食べるということがですね、魅力的に見えてしまうわけです。それによって依存的な食べ方になってしまう。要因3つ目、断続的な高 GI 食品です。高 GI 食品というのはですね、食べた後にですね、インスリン分泌を誘導する力が強い食べ物ですけれども、同じカロリーでもですね、こういった食べ物は太りやすくなっていますし、また満足度が強すぎる食べ物ということにもなります。このような食べ物の内容、あるいは食べ方、
そして個人要因などが複雑に絡み合って依存的な食べ方ができてきます。そして習慣的なその繰り返しによりですね、条件付けが行われ、さまざまなその引き金ですね、連想させるような状況に応じてですね、過食が自動化していくという形が起こってきます。さらに代償的に嘔吐してしまう方、これは何がいけないのかと言いますと、結局はですね、過食をして、いっぱい食べたことによりですね、インスリンが分泌されますけれども、結局胃の中を空にしてしまうと、そのインスリン分泌により低血糖になってしまいます。そうするといっぱい食べても吐いてしまうと、その後に強い空腹感を感じてしまい、次の過食を呼び込んでしまうということで、一日の中でもずっと食べて嘔吐して食べて嘔吐してということを繰り返すようになります。またインスリンの自己中断や減量に関しては、これは糖尿病の人はですね、インスリンはやはり細胞内に糖を取り込みますから太りやすくなります。それが嫌でですね、インスリンをサボる、インスリンを自己中断してしまうということがあるんですけれども、そうしますと結局ですね、血糖の変動というのが激しくなって、このドパミンやグルコースの変動のアップダウンによってですね、さらにこの食行動というのが不安定になるというふうに言われております。この繰り返しにより脳の神経適応が起こりですね、結局満足しにくい脳の変化が起きてしまい、結局より強い満足度の高い味の良いと言われるような食べ物を好んで選ぶようになってしまいます。そういった脳の変化はですね、アルコールや薬物と同様ですから、他の物質による刺激的反応、要は食べ物依存症からもですね、アルコールや薬物、ギャンブル、セックス、ゲーム、さまざまな依存症に移行してしまうということが考えられるわけです。ではここからが介入なんですけれども、一つ一つ見ていきたいと思います。まずはですね、この食べ物を見直しましょうということです。過食を誘発するですね、特徴的な、食べ物産業がですね、考えに考え抜いたですね、技術的に改良されたような人工的な食べ物はなるべく控えるということです。で、絶対にダイエットしないというアプローチを奨励するのではなくですね、害を軽減するようなアプローチでですね、絶対ダメですよと言っても、なかなかすぐには習慣は変えれませんから、少しずつですね、食べる内容を変えていくように励ますということです。そして過食してしまった後もですね、自己嫌悪にならないようにですね、また次頑張っていきましょうという形でですね、破断食効果と言いますけど、ああやってしまったという、こう落ち込みがですね、もうダメだ、自分はダメだという形で自暴自棄的な過食に走ってしまいますので、そこにきちっと手当てするということです。で、次に考えるのはこの一番の部分への介入としてはですね、やはりきちっと3食食べるということです。患者さんの話よくよく聞いてますとですね、朝は眠たいので、食事をスキップしたとかですね、昼は忙しいから食べるのをスキップしたとかですね、結構食べることを忘れていたり、むしろその過食の罪悪感の代償として、制限しすぎたりということがあります。でもこれはかえってですね、過食衝動を呼び起こすことになるわけですね。ですから本当にですね、不規則な生活の中で食べるということをおろそかにしている方に関しては、意識的に食べるということをお勧めします。で、食べる内容に関しては低GI食からですね、なるべく選択して食べていただくことをお勧めしております。3つ目はですね、食べ物の手がかり刺激と食べることの間に刺激反応の関連性が定着してしまっています。要は食べるパターンというのが決まってきます。簡単に言えばですね、いつも同じ店に仕事帰り寄って、いつも同じような食べ物をカゴに詰め込み、そしていつも同じような時間帯に、同じようなパターンで食べている、
テレビを見ながらとかですね、スマホをいじりながらとかですね、お酒を飲みながらとか、もう習慣化した毎日のパターンというのができています。そのパターンをいかに変えるかというのが一つ、この5番目に対する介入ポイントになります。要はどうしても過食してしまうにしてもですね、食べる内容、買うものを変える、買うお店を変える、そして食べる時間帯も変えてみる。今までパターン化したものをいかに変えるかということをやっていただきたいなと思います。あるいは、食べるタイミングを少しずらすとか、食べる前に何か行動を入れるとか、そういうような工夫も大事です。ですね。で、まあ、そのようにしながらですね、ここの過食衝動の部分に対しては、薬物療法も検討する可能性が、できる可能性があります。適応外傷にはなりますけれども、代表的なものとしてはトピラマート。まあ、これは飲酒欲求も抑制すると言われてますけど、そういった薬であるとか、あるいは日本にはナルメフェンというお酒の欲求を下げるお薬がありますが、そういったものも有望かもしれません。ただですね、まだまだ研究が足りませんのでですね、これをもってですね、主治医に出してほしいと言ってもすぐに出してもらえるかどうか、わかりませんので、まあ、そこはですね、ご容赦ください。また、オキシトシンというようなですね、ホルモンなんかも有望視されておりますが、まあ、このあたりはまだまだこれからの研究のテーマというふうになります。そして、この2番目に対する介入ポイントとしましてはですね、不安の管理や、ストレスへの対処技術を向上させることが重要です。で、大体皆さんも一人でこもって食事を食べるということになってますから、あんまり人との交流も好みません。人間関係にストレス感じやすい方も多いです。ですけれども、ポジティブな社会的なつながりというのはストレス対処非常に重要となります。人生の様々な生きがい、生きている有意味感、充実感が持てるように様々なですね、出会いやグループやそういった活動にも参加するということが重要になってきます。これも全ての依存症に共通しているところかと思います。あるいはですね、摂食障害の自助グループなどでもですね、こういった悩みはですね、打ち明けることができますから、そういった自助グループを利用することもぜひお勧めしたいと思います。ですね。最後にですね、このオート、インスリン注射、自己中断などに関してはですね、まあどうしてもしてしまう方もおられるんですけれども、そのデメリットについてですね、先ほど説明したような血糖値の大きな変動がですね、最終的にこの過食衝動を呼び込んでしまうというこの悪循環のについてですね、医学的あるいは心理学的に、教育をしてですね、少しでも減るように行動計画を立てていくということが治療介入になります。まあ、このようにですね、まあ、薬物療法はさらにこうまだまだ研究が不足しているところです。まあ、治療戦略に関してもまだまだ科学的にですね、研究が不十分であります。しかし、依存症の専門家とですね、摂食障害の専門家とがですね、手を組んでですね、こういった問題に対してのですね、治療、アプローチについてのですね、整理がなされることを私は期待します。薬物療法としましては、日本で使えるものとしては、まあ、バクロフェンというもの。これはですね、アルコール依存症に対して、まあ、フランスでは認可されているような薬です。日本ではですね、軽縮と呼ばれる筋肉が硬くなったような方に使ったり、そういったお薬ですけれども、いくつかですね、この過食症にも研究がなされているところです。このバクロフェンに関してはですね、私は去年、最後の一杯という本を翻訳出版しております。これはまあ、アルコール依存症と戦ってきたあるお医者さんのお話なんですけれども、
その闘病記録も非常に読み応えがありますし、そこからですね、バクロフェンというお薬と出会ってですね、アルコール依存症を克服したお話が書かれてあります。非常にスリリングなお話ですし、依存症全般への理解を深める啓発、良い啓発書でもあると考えておりますので、ぜひ皆さん手に取って読んでいただけたらと思います。今日のお話は、食べ物依存症ということで、非常に日本の中では依存症の領域の中でも、まだまだ議論のあるところですけれども、困っておられる方大変多くおられますので、何かの参考になれば大変嬉しく思います。以上になります。ありがとうございます。